いつでも僕は空腹を避けては通れないけど、味付けた煮汁の中、赤むつを煮つけられるから。はい、どうも皆さんこんばんは、Kです。今日の食材がこちら、赤むつってことでね。それではこちらをさばいていく。今日はこちらの赤むつを使ってね、赤むつの煮付けを作っていこうと思います。このチャンネルではね、キャンプで作りやすい料理とか、お家でも作れる簡単な料理をね、いっぱい紹介していくので、まだチャンネル登録してない方はね、画面の右下の方から先にチャンネル登録をして料理を作る時の参考にしてくださいね。それでは早速作っていきましょう。レッツクッキング。ではこちらが本日の食材の赤むつ、別名のどぐろとも呼ばれていますね。のどぐろって呼ばれている理由はね、口を開けると喉の奥がね真っ黒。今回用意した赤むつはね、鱗と内臓はもう取ってあるみたいなんで、軽く表面の汚れ取りと残ってる血合いの処理だけねしていこうと思います。煮付けにするとね美味しいんで、早速作っていきましょう。はい、じゃあまずね、軽く表面のぬめりと中に残ってるちょっとした汚れをね、先に取っていこうと思います。包丁使ってね、ぬめりを落としていきます。あともしかしたらね、細かいところに鱗がまだ残ってるかもしれないんで、こういうヒレの際のところとかね、気にしながらやっていきます。このぬめりをしっかりと取っとかないとね、料理にした時に匂いが残りやすくなっちゃうんでね。はい、ではある程度ぬめりが落ちましたので、こちらにね、まだちょっと残ってる血合いとかね、細かい汚れも洗い流していきます。こうちょっと傷つけて、この内臓の膜とかね、エラのとことか、こう真っ黒でしょ。特にこの黒い膜は外さなくても大丈夫なんでね。そうしましたら、キッチンペーパーでね、軽く水気を取っておきましょう。そしたらエラも取ってあるし、内臓も取ってあるんで、今日はねこのまま煮付けにしていきたいと思うので、味が染み込みやすいように切り込みだけね入れておきましょうか。こういう感じでね。はい、じゃあこんな感じで赤むつの準備はこれで完了です。はい、じゃあ続きまして、煮物には欠かせない生姜ね、こちらを切っていきます。この生姜、皮剥いてあんのかな？なんかそのまま使えそうな気もするけどね。このままやっちゃうか。生姜も大好きだからね、多めに使っちゃうかな。とりあえず薄めにスライスして、そしたらこちらを細めに切っていく。こんな感じ。はい、じゃあ続きましては煮だれの方をね作っていこうと思います。調味料の方が醤油、みりん、料理酒、砂糖、こちらで作っていきます。じゃあまずお水を入れて、続いて醤油、
料理酒、みりん、砂糖、ちょっと甘辛い感じにしたいからね、砂糖今回多めで。そしたら混ぜて、はい、じゃあこちらで完成。ではフライパンセット、ファイヤー、火加減は弱火から中火ぐらいね。そしたら先ほど作ったタレをまず入れて、軽く煮立ちましたら先ほどの赤むつ、そしたら今回は大量の生姜、じゃあこちらにキッチンペーパーで落とし蓋をして、この煮汁をねキッチンペーパーに染み込ませて、魚の上の部分にもね味が染みるように。あとは待つだけということで、出来上がるまで移動。はい、ではあれから10分ぐらいね、じっくり弱火で煮詰めたので、上のキッチンペーパー取ってみましょう。おお、油すごっ、のどぐろの油が浮いてますね。いや、これ期待できるぞ。ちょっと煮汁をかけてね、はい、じゃあこちらで完成、盛り付けていこう。はい、ということで完成しました。いただきます。めっちゃいい匂い、食欲そそるわ。じゃあここのね、背中の大きいとこ、生姜も乗せてね。うわ、とろっとろ、いただきます。うん、やば、油が乗ってとろっとろ、身もあっさりして食べやすいね。またこの生姜がアクセントでいいよね。うん、うまっ。じゃあ次はこのお腹の方の身をね、もうとろとろですぐ崩れる、いただきます。おお、柔らか、変な臭みとかも全くなくて、うんまいわ。うん、幸せの極みこれうまいわ。タレの甘辛さも甘すぎず辛すぎず完璧だね。じゃあ今日はね、ちょっと初チャレンジでこんなもの買ってみました。贅沢絞りのパイナポー。最近こんなのもあるんだね。ジュース感覚で飲みやすいみたいな感じかな。じゃあ早速飲んでみよう。ではでは、失礼いたします。果汁 20%、 いただきます。おお、あー、すごいパイナップルの果汁の感じあるね。うまいうまい。うん、うん、あー、うまい。パイナップルって煮込み料理とかにも使ったりするしね、全然合わなくはないね。うん、うまい。ということでごちそうさまでした。いやー、油乗って美味しかったですね。のどぐろって若干値段張るけどね、いつも買いに行ってる魚屋さん、今回たまたま新鮮で
半額のもの見つけちゃったんで、もうラッキーと思ってね、買っちゃいました。サイズはね、そこまで大きくはなかったけど、2尾で600円で手に入れました。でも油は乗ってるしね、身はふわとろでね、煮汁と生姜がいいアクセントでね、赤むつの旨味を引き立てる味付けにできたしね、今日は満足。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の赤むつの煮付け、赤むつがね、スーパーとかで目に入ったら皆さんも作ってみてください。美味しいですよ。この動画が良かったと思う方、見つけたら作ってみようって思った方は、高評価とチャンネル登録、あとコメントもね、お願いします。それでは、さらば諸君、バイバイ。